マドカは東アジアの各国において使用されている通貨の単位である。なお、マドカは元来、丸を意味する文字で日本における円の旧字体である。現在では各国において通貨単位は円、元の文字が使用され、現在でも貨幣面にマドカを用いているのは反対字を標準字体とする台湾、香港をおよびマカオである。 マドカの文字は中華人民共和国では、と、簡略化されるようになった。韓国のウォンは、過去には、漢字で、マドカと書いたが、一時期に、漢に変えた。その後ウォンに回帰したものの、現在は公式的に漢字の、マドカを廃棄して、ハングル、漢字混じり文にもハングルで書く。台湾ドル、香港ドル及びマカオパタカは、現在でも、マドカの文字が使用されている。 スペインドル1768年メキシコドル1894年中国においては古来から銅線が通貨として広く用いられてきたが経済の拡大あるいは賛同不足から銅線のみによる取引に限界が生ずるようになったそう元以後には紙幣や銀が通貨の代わりに用いられるようになり明 清においても銅線は引き続き平行流通したものの銀城と呼ばれる橋梁貨幣が通貨の主導的な地位を占めるようになった。18世紀になると絹織物や茶の代価としてスペイン及びその植民地であったメキシコから多量のメキシコドルなどの大型銀貨が流入するようになり銀円と呼ばれて中国国内でも広く流通した。銀円は従来の銀城に対し メキシコドルが円形の銀貨であったことに由来する。メキシコは漢字で墨にし歌と表記され、メキシコドルは僕銀とも呼ばれた。また当初は南蛮から流入したことを意味する番銀、シゲル銀やデザイン及び A と同じ発音である高から高用の故障もあった。日本においてもアメリカ合衆国の開口要求に、 応じた結果、1859年7月から、日本国内外の金銀期間の違いにより、小判が多量に流出するという通貨問題が生じ、代わりに多量のメキシコドルが流入した。ヘラクレスの柱を描いたピラードルとも呼ばれるスペインドルは、スペインをカルロス一世の命により1535年に鋳造が始まり、1821年にはメキシコが独立し、 1823年からは和紙を描いたメキシコドルが発行された。特にメキシコドルは1903年までに総中増量が約35億5000ドルに達し世界の流通市場を圧倒した。メキシコドルは両目27.07グラム、金位90.3%であり、スペインドルもほぼ同様であった。ドルの起源はターラーであるとされるがアメリカの1ドル銀貨は メキシコドルに基づくもので、両目、銀品位もほぼ等しく作られた。また東アジアにおいてはドルを漢字、窓かで表記したのであり、窓かド,ドルともに元をたどれば、期限を同じくするもので、19世紀後半において、窓かド,ドルは国際通貨であった。しかし300年以上にわたる流通と圧倒的な中造量を誇るメキシコドルに対し、歴史の浅いアメリカ、 香港及び日本などの銀貨は市民権が容易には得られず市場において若干の増付を要求される始末でアメリカ及び日本は両名を4 2グレーンと若干増量した貿易銀を発行して対抗したが成功には至らなかった。19世紀頃までは世界各国において銀本位制が主流であったが1821年にはイギリス 1873年からはアメリカ、ドイツ帝国、1876年からはフランスと欧米各国が相次いで金本位制へ移行した。日本も名目上は1871年から金本位制を敷いていたが、金準備の絶対的不足、金貨の国外流出から金本位制はほとんど機能せず、1878年からは 貿易一円銀貨を事実上の本位化幣とし、事実上、他の東アジア諸国と並ぶ銀本位制となっていた。その後、世界的な銀の増産、各国の銀本位制からの離脱は、金高銀安を招き、19世紀終盤には銀本位制であった東アジア諸国の窓貨は、米ドルなど銀本位制の通貨に対し、相対的に下落した。中国及び台湾では、 米ドルは美円、ユーロは応援などと表記される。一円銀貨、1867年貿易銀、一円、1895年新国では1696年に、関東がイギリスとの貿易地として事実上開港され、1757年には公認の開港地となった。主に、イギリスとの貿易において、メキシコドルが多量に流入し、 カナン一体で流通するようになった。アヘン戦争の結果、1842年8月29日に南京条約において香港がイギリスに割譲されることとなった。1864年にイギリスは香港に造幣局を設立し、1866年から両目416グレーン、金位90%の一円銀貨の製造を始めた。これは表面に、 一円及びワンダラーと額面が表記され、紅葉と呼ばれた。しかしながら多量に流通しているメキシコドルに対し、この一円銀貨は市民権を得ることなく、増付まで要求される始末であったため1868年には製造停止、造幣局も閉鎖に追い込まれた。発行枚数はわずか2108,054枚にとどまるものであった。 この時の造幣局長であったキンドルは後に設立された日本の造幣量の主張となり不要となった造幣機械も日本へ売却移送された。やがてイギリスは東洋との貿易において様々な種類の大型銀貨が混在流通する中、植民地におけるイギリスの信用を確立するため1895年から貿易取引専用の貿易銀を発行する。 こととした。この単人用と呼ばれた貿易銀は先に香港で発行された一円銀貨及び日本の一円銀貨と同じ両目、金位で作られた。通貨の補助単位として一円の一、十の十銭とは五、一、百の一銭とは千と表記する。香港ドルは港元と表記される。港円は過去の表記であるが現在も使用し続けている。 貿易一円銀貨、1871年一円金貨、1872年、江戸時代の貨幣制度は金、銀、銭の三貨が並行流通するというものであり、それぞれの単位は、量、分、種、間、門目、分であった。しかも、それぞれが変動相場で取引され、金貨は四進法と複雑なものであった。開国により、 通貨の国際化を迫られた幕府は、慶応2年の改税役所において国外から持ち込まれる金銀貨を日本の貨幣に改鋳することを請求できる自由造幣局の設立を確約した。明治2年3月4日、京都で開催された議事委員長局会議において、大隈重信は、親指と人差し指の先で丸を作ると3歳の同時でもそれが、 貨幣を意味していることが分かると発言したとされ、このことが、窓化の名称は、円形の新下兵の形状に由来しているとの続説を、生んだとされるが、先の銀円の由来からすれば単に続説として切って、捨てるべきものでもない。また、小類円には、一両一円、というが除去派、徳川時代、漢字書生官の通語なりきと記されているように、 江戸時代後期には一部の知識人の間で寮を窓かと呼ぶ風習が普及していたという。進化兵の通貨単位として窓かが採用されることとなり、この日付は明治2年3月4日とされる。しかしその議決書には、各国、通行の正に即利百選をもって一元と正しめ、と記されていた。また窓かは、縁と表記されるが、なぜ縁でなかったかは定かでない。 しかし、円では、陰と発音される恐れがある。10円を、点 EN と表記すると、テネンと発音される恐れがある。あるいは3文字とした方が、安定感があるとの説がある。明治2年7月12日の高輪談判では、日本政府は、近代貨幣制度に移行することを確約した。明治3年11月12日、大上官裁定において、 一円銀貨を本位貨幣、金貨その他を補助貨幣とする案がまとめられたが、明治3年12月29日、アメリカに出張中の伊藤博文は、現在、世界の体制は金本位に向かいつつありと、伊達宗なり、大倉卿に対し権限し、金本位制が採用されることとなった。明治4年5月10日には、近代的な貨幣制度を定めた、進化条例が制定された。 進化条例において、進化兵の故障は窓化をもって、基表とし、一円金を原価と定め、一円金は1 5ムの純金を含むことが規定された。通貨補助単位は、窓、ま、化の1、100が、1000、1、1000が、輪であった。また貿易取引専用に、香港の一円銀化と同じ両目、金位の貿易一円銀が発行された。すなわち、進化条例にはつの、 窓化が規定され、当初貿易1円銀100円は、金貨1 0円,円に等価と定められた。旧一両は新貨幣1円と等価に定められ、通貨単位の移行は、比較的スムーズなものとなった。明治30年10月1日に施行された貨幣法では、純金の両目2分をもって価格の単位と試しの応援と称すと、金幣価が半減することとなった。 第二次世界大戦の敗戦による戦後、インフレーション対策として、昭和21年3月3日には、新円切り替えが実施された。昭和21年11月16日には、国語審議会が、常用漢字表を作成し、窓川新事体では、円と表記されることとなり、効果では、昭和23年発行の1円硬貨及び5円、効果日本銀行券では、 昭和25年発行の1000円紙幣より円の表記となった。中華圏では日円あるいは日元と表記される。半刊銀貨、1905年1円紙幣、1932年朝鮮半島においては1892年まで上都市道法一文線及び折二線、その他五文、十文などの大型銭が流通していた。開国492年には、 近代的平成を施行するため天官局が設立され、旧来の千分を一貫に等価と定め、開国497年から両目416、グレーン、品位90%の一貫銀貨、及びその補助貨幣である一、五貫に相当する一両銀貨などの発行が始まった。三つ竹元年、大韓帝国が成立し、神戸6年には一貫イコール100と、 通過単位が改正された。このは朝鮮語で図形の円を表す文字である。交部9年6月からは大阪造幣局において韓国の貨幣の製造を請け負うこととなった。これらは日本の貨幣と両目、品位が同一で図案も告示していた。1910年8月22日の日韓併合後、1911年1月に朝鮮総督は 旧韓国貨幣条例に基づく貨幣は今後一切製造せず将来は日本の貨幣法に基づく貨幣に統一することを申し合わせた。1918年4月1日に韓国において日本の貨幣法が施行された。第二次世界大戦後1945年に朝鮮銀行は解体しアメリカ統治下で大韓民国においては 暫定的なウォンが発行され、1950年には、韓国銀行が設立されて大韓民国ウォンが発行されるようになった。一方、朝鮮民主主義人民共和国ではソビエト、連邦統治下で1947年12月6日に、日本統治時代の通貨と置き換える形で、朝鮮民主主義人民共和国ウォンが発行されるようになった。中華圏ではそれぞれ、ハンマドか、 朝鮮円と表記される。高所元宝、7002分、1904年、1円銀貨、1914年、1円銀貨、1933年18世紀以降、新国では、従来の銀城に加えて、メキシコから流入したメキシコドルが流通し始めたが、1890年には、関東造平省が設立され、メキシコドルとほぼ等しい両目7002分、 金位90%の高所元宝が発行されるようになった。これは中央政府が発行するものではなく、各省政府による発行であった。さらに、この7 0 0分は日本の7問目2分に相当し、額面ではなく両目を表すものであった。しかしながら、両外省らは持ち込まれる銀時金や他地域の銀城の買中手数料により収入を得ていたため、 このような係数銀貨の発行は、両外将らの抵抗に遭うことになった。中華民国元年1月1日に、孫文により革命が断行され、中華民国が成立した。中華民国3年からは、遠征外の肖像と一円の文字を刻んだ両目7002分、金位90%の銀平が発行された。中華民国22年3月に、国民政府は、 廃料改元を布告し、4月6日に表量貨幣の通貨単位としての銀料は廃止され、銀元が導入された。上海に国民政府中央造幣省が設立され、銀本位制を定めた銀本位幣中造条例に基づく、両名0.715両、金位88%の一元利運兵が発行された。これは表面に孫文の肖像を描くもので、 村分造兵とも呼ばれた。通貨補助単位は、窓かの1、10が、角、1、100が、分1、1000が、分であった。中華民国24年11月4日、国民政府は、平成改革を断行し、銀本位制は廃止され、管理通貨制度となり、法兵一元イコールイギリス1シリング2.5、ペンスの固定相場制となった。日中戦争後、 中華民国政府の中国国民党軍と中国共産党との間で国境内戦が起こった。この間に砲兵型両発行され激しいインフレーションとなった。中華民国38年12月7日に国民政府は台湾へ移転し、中華民国37年12月1日から中国共産党により設立されていた中国人民銀行が発行する。 人民元が中国本土に流通することとなった。通貨補助単位は元の1、10が角、各1、100が紛となった。台湾銀行券引換え元円銀五角銀貨、1949年、1円用銀貨、1973年台湾においても中国本土と同様にメキシコドルなど大型銀貨が流通していたが、1870年代以降は、 日本の一円銀貨も流入し始め、次第にシェアを拡大していき、国印の打たれたものは荒流銀、打たれていないものは高流銀と呼ばれて流通していた。しかし1897年に日本が金本位制を主軸とする貨幣法を施行してから一円銀貨の製造は停止され、日本国内では1898年4月1日限りで廃貨となり、 日清戦争以降日本の支配下にあったためこの一円銀貨の廃止は台湾に多大な影響を与えるものであった。そこで暫定措置として1897年10月22日から一円銀貨に丸銀を売ったものを台湾に改装して、こう収む及び政府の支払いに用いることを認めた。しかし、丸銀の国印の有無により通用の可否が決まるということでは、 混乱を招くため、11月21日からは、国印の有無に関わらず通用を認めた。1898年7月30日には一円、銀貨は、台湾総督の告示する時間において、無制限通用となった。1901年からは、旧来の一円銀貨と、全く同形式の台湾銀行券引き換え、元円銀が製造され、台湾に改装されることとなった。 しかし銀相場は不安定な動向であったため1911年4月1日に台湾にも日本の貨幣法が施行された。中華民国38年6月15日から国境内戦により台湾に逃れてきた中華民国政府により新台湾ドルが発行されることとなった。この通貨単位の表記は旧来からの窓化が現在も引き継がれている。 通貨の補助単位として1円の1、10の10セントは、格と表記する。台湾ドルは、大円と表記される。1円銀貨、1952年5円銀貨、1971年1513年に、マカオに、ポルトガル人が到来して、民との交易に乗り出し、マカオに居留地を確保した。香港が、イギリスの植民地となったのに引き続き、 1845年にポルトガルもマカオ自由港を宣言して、1849年にマカオを植民地化した。マカオにおいてもメキシコドルをはじめとする銀円が広く流通していたが、1905年に大西洋銀行からマカオパタカが発行されることとなった。独自の貨幣は1952年より発行された。 パタカは、スペインペソ銀貨をアラブにおいてアブダカと呼んだことに、由来する。1980年代より、貨幣のデザインのポルトガル色は、薄れていった。1952年発行の5円銀貨は 15g、72%、1円銀貨は 3g、72%の品位で、あったが、1971年発行のものは 10g、65%と、低下した。 このパタカ、ペタカはマドカのポルトガル語読みである。パタカの1、10の10アボスは5、1、100の1アボは1000と表記され漢字表記は香港と同一である。マカオパタカは香港ドルに対し固定相場制となっている。マカオパタカはマカオ円と表記される。一円銀貨、1903年1826年よりマレー半島各地に イギリスの植民地が誕生し、海峡植民地と呼ばれて交易が始まり銀円が流通するようになった。1903年からイギリスは海峡植民地との交易専用に貿易銀を発行し、従来のイギリス貿易銀やメキシコドルの輸入が禁止された。1904年にはイギリス貿易銀やメキシコドルの通用が停止され、1906年には1ドル。 イコール2シリング4ペンスと、イギリス本国通貨に対し固定相場制となった。表面は、エドワードセブン世の肖像、裏面は、イギリス貿易人と同じく、1円、1ダラー及び、マレー語で額面が表記され、製造値は、インドのボンベイ及びカルカッタであった。通貨補助単位は、ドかの1、100が、セントであった。 1903年から発行されたものは416グレーン、品位90%であったが、銀相場の陶器により1907年からは20.21グラム、品位90%と縮小し、1919年からは16.85グラム、品位50%と両目、品位ともに低下し、1926年まで発行された。1トゥグルク銀貨。 1925年、モンゴルや満州国など、モンゴル語を公用語とする国家では、マドカと同義のトゥグルグが、貨幣単位として使用された。モンゴルでは1911年の独立宣言、以降も、中国製の円銀、中国、ロシアドイツイギリス製の銀料、ロシアルーブル、米ドルなどが流通していた。人民革命党政権は1924年6月に、 モンゴル商工業銀行を設立翌1925年2月国家貨幣トゥグルクの発行を決定1トンジー2トンジー5トン G、10トンジーの計600万トゥグルク分の紙幣をソビート連邦に発注同年12月9日より流通が開始された1トゥグルク銀貨は40万枚発行され両目19.9957グラム 90の銀品位であった通貨補助単位は、トゥグルクの1、100が、文語である。翌年1927年1月1日を期して、すべての財政報告、予算、再出入を、トゥグルクで算出する決定がなされ、1928年4月1日より、トゥグルクが国内流通する唯一の通貨と定められ、同月13日、トゥグルクの交換価値を強化すべく、 品本位制が導入された。貨幣はソビエト連邦のレニングラードで製造され、当初はモンゴル文字で表記されていたが、1941年のソ連民族主義否定政策により、ロシアのキリル文字が公用語とされ、1946年からはモンゴルの貨幣もキリル文字表記となった。1989年のソビエト連邦崩壊後、 1994年から貨幣の表面にモンゴル文字が復活し、裏面にはキリル文字が表記されるようになった。満州国では貨幣単位としてマドカが採用されたが、紙幣上にはマドカ表示とともにモンゴル文字によりトゥグルクも表記されている。満州一円紙幣、1944年大道元年。 満州国建国宣言の3ヶ月後の6月11日に満州国貨幣法が施行され、純銀の両目2 3 9 1ムをもって貨幣の単位と試しの応援と称すと通貨単位として窓化が規定された。当初は形式上、旧来の中国の平成に習った銀本位制であったが、安森2年から中華民国政府は俯瞰紙幣である方幣を発行し、 満州国円は同年11月から金本位制に基づく日本の通貨に対し固定相場制として投下に定められた。ただし満州中央銀行が発行した紙幣は俯瞰紙幣であり当時打艦が停止された日本の通貨と同様金本位制は名目上のものであった。通貨補助単位は窓かの1、10が角1、0 0が分1000が おであった。満州に入植した当時の日本人はマドカを縁と呼んだ。1945年8月、第二次世界大戦の日本の敗戦により満州国は崩壊し、1948年には約120億円の満州中央銀行券が回収された。ありがとうございます。